Globus。 皆さんこんにちは。今回こういう形のダボス会議報告は実は初めてでして、もともとやることは一切考えてなかったんですが、ぜひともそういった話を聞きたいという声が上がって、じゃあ20名の方が Facebook 上でコメントすれば OK ですよということを言った後に、後ほどから大阪でやってほしいという声が多くてですね、で結果的に大阪で行うという形で今回参りました。よろしくお願いします。で今回ですね、まずは冒頭に僕は3つの気がついたことをお話をして、それからあとはQ&A という形にしたいと思います。一つ目がですね、僕は今回ダボス会議10回目の参加ですが、最も衝撃を受けたのが今回でした。なぜかというと、去年のブレクジット、英国の EU 離脱と、それからトランプ大統領の当選ということで、世界がガラッと変わってしまって、まあ、戦後70年間築いてきた世界秩序が明らかに崩壊し始めたということを実感しました。で具体的にな事例としては、僕はリンダ・グラットンさんとはグローバルアジェンダカウンセルという場で3年間にわたって議論をしてきた仲間ということもあって親しいわけですね。ワークシフトと書かれた方がいて、でそういったそのリンダと一緒にその簡単なカジュアルな意見交換をしてた時に、彼女が言うわけですね。彼女のお母さんが泣いてるというわけですね。その戦後ヨーロッパにおいてもう戦争をなくすんだということで、 EU の統合が始まって、それから自由貿易が進んできて NATO という枠組みができたと。ところがなぜ英国がその EU から離脱しなければならないのかということに関してすごくこう嘆いていて、で英国というものがどんどんその世界から取り残されていってしまうんじゃないか、そしてヨーロッパ自体も今までやってきた努力というものが無に返してしまうんじゃないかということを嘆いていたと。でリンダの旦那さんが弁護士 で弁護士として一生懸命その国民投票というものがどういう意味を示すかということを、彼が調べた結果は、僕らが例えば素人から思うのは、もう一回国民投票を入れ直していいじゃないかというふうに思うわけですが、判例法上、英国の判例法上、もう一度国民投票ということはできないと。で従ってこのまま国民投票に従って英国は EU を離脱しなければならないと。ところが、テレザ・メイ首相がダボス会議にもいらっしゃってますが、彼女を含めてほとんどの知識層は英国は EU から離脱すべきではないと考えていると。従ってやりたくないことをやらなければならないということに関してすごくこう矛盾を感じながらも、一方ではそれに関わる労力というものが、EU からの離脱に関わる、これよく英語でディボースプロセスというんですが、離婚の問題、離婚のプロセスにおいて膨大なさまざまな難民問題とか自由貿易におけるその貿易協定の締結、そして変更というのを行わなければならない、いや各国と行わなければならないとか、あるいは今度 EU を離脱したことによって EU が持っていたさまざまな国々、 EU 以外の国々との自由貿易も全てやり直さなければならないと。これに関わる時間というものがものすごく大きいと。しかもほとんどの知識層はやりたくないプロセスだということを言うわけですね。でテレザ・メイ首相もそのスピーチをしていましたが、言ってることとやってること違うわけですね。英国は自由貿易を守るんだとかですね、難民を含めたその人々の移動の自由を保障するんだということを、そして国際化に反対をしないとか言いながら、やってることは国際化を逆行することであったりとか、保護貿易に進んでいったりとか、そして難民を含めた人の移動をその制限する方向に向かっているというのが英国の状況で、ヨーロッパに関して言うと、ドイツとそれからドイツを中心とした北のヨーロッパと南のヨーロッパの間の南北格差がものすごく大きくて、しかもそれが不信感を招いていると。でさらにはそのフランスが5月に、ルペンが受かるかどうかによっては、ルペンがもしも受かってしまったら、おそらく EU が崩壊をしていくということになるわけですが、3月には実はオランダの選挙があって、これを僕は注目していますが、どれほど その反 EU の票が伸びるのか、そして11月にはドイツの選挙があると。この一連の選挙の中で欧州というものが見えてくるわけですが、明らかな社会の断絶があって、この社会の断絶とともに南北格差があって、 EU に関しての懐疑的な声が多くなってきて、そこにその内部的な難民問題というものが、そのインプロージョンといいますが、内部から大きな爆発的な形の内包、そういった問題を内包しているというのはヨーロッパの状況で、したがってヨーロッパも含めてほとんどが世界の問題に関して解決できるような余力はないだろうというのが僕が得た実感です。で一方アメリカを見ると、トランプが大統領になって、ちょうどダボス会議の最終日
の金曜日の夜にですね、トランプの就任演説が行われて、僕はそれを見てから最後の、レセプションといいますか、最後 の、 そのフェアウェル、確定みたいなのがあったんですが、そこの最後会合に参加したと。アメリカからの参加者はやっぱり泣いてるわけですね。こんな、なんでこんなことが起こってしまったっていうふうに言ってると。で、見てるとトランプとそれから英国欧州離脱両方に関して言うと、ダボス会議に来ている人たちはほとんどが両方の動きを賛成をしていないと。ということ、リーダーとそれから社会との断絶が起こっているということと同時に、米国のトランプが目指しているのは自国第一主義であって、保護主義であって、そして孤立主義ということであると。で、僕はその家の中でよく子ども向けに学びトークってやってるわけですが、子どもたちに言ってるのは、その学びトークで言ってるのは、昔にはね、モンロー主義っていうのがあって、アメリカは孤立していて米州以外のことがほとんどやらなかったんだよと。その結果として第一次大戦、第二次大戦が起こりながらっていうことをいろいろ説明していってると、いや、孤立化していくと、そういうなると、その世界問題に関与しなくなると、米国のような特に今一強の時代において、それが起こると、その世界全体の秩序が不安定化していくわけですね。で、そして保護主義っていうものが基本的には戦争を招いたんだよって話を説明するわけですが、そういった意味での逆行している動きが今起こっているということが、僕が感じた一つ目の衝撃、つまり今までとは全く違う動きが出てきていて、それが現実化しているということで、潜在的には僕は国民と英国の国民投票の方が大きなインパクトがあるんじゃないかと思っているんですが、その理由は米国のトランプ大統領の場合には、彼らが考えを変えればいいわけで、あるいは彼がもしも強行にだとしても、次の大統領選挙で違う人が受かれば変わりうるんですが、英国の場合には一回国民投票でやったことは実行しなければならないということなので、僕は英国の方の問題の方が大きいんじゃないかということを思ったのが一つ目。二つ目に感じたことは何かというと、エデルマン の、 その信用度調査っていうのを毎年ダボス会議の場で発表していて、それはダボス会議の1日目の朝やるんですね。これ毎年僕は招待されていて、2回続けて登壇をしたことがあるんですが、非常にこう、その信用度っていう、世界の信用度、信頼度っていうものを調査する上ですごく参考になって、トレンドを取ってるんでどうなってるかっていうのが分かると。で、その信頼度調査、信用度調査で僕は衝撃を受けたのが、そのエデルマンが、これはリーダーが完全に社会から断絶をされて、いや、もう信頼されてないんだということを強く言って、危機意識を持って言ってるわけですね。何が起こってるかっていうと、リーダーが信用されていない。例えば、大企業で言えば CEO、 社長に比べて社員の方が信頼されてないわけですね。某広告代理店がですね、いろんなその働き方の問題で一つの事件があった時に、社長が何言っても基本的に皆さん信用しないでしょ。それはポジショントークだし、表向き上の話だと。逆に社員が言ったことの方がよく聞くでしょ。で、友達の社員がこういうふうに言ったんだよねっていうような形の、そういう意味で社長とかリーダーの言うことはほとんどポジショントークで、表向き上の話であって公式見解としか思わないと。それよりも社員であったりとか一般の、いや、友達がこういうふうな話聞いたんだけどとかいう話の方が信用されていると。さらにはリーダーの信頼度の失墜に加えて、メディアの信頼度の失墜があると。要はアメリカではフェイクニュース、嘘のニュースというのが大きく脚光を浴びてますが、もうそのトランプ大統領が CNN をフェイクニュースと言って、最近ではベリーフェイクニュースという、もうひどくね、フェイクニュースよりもっとひどいんだというふうに言ってるわけで、要はもうメディアを、既存メディアをもうこき下ろしていると。で、その既存メディアが全部が世論調査で間違えたわけだし、さらに既存メディア全部がトランプ大統領を推さなかったのに、結局トランプが当選したということで、基本的にはメディアっていうものの信用を失っているということがアメリカから始まって世界を映っていると。その結果何が起こっているかというと、フェイクニュースを中心としたその、ネット上のコンテンツが、フェイスブックとかを中心として紹介されていったものが信用されていくということが起こってきて、そうなるとメディアの信頼が失墜して、そしてリーダーの信頼が失墜して、皆さんもおそらくそうだと思いますが、その友人から紹介されたコンテンツの方が、いや、サーチよりもシェアの方が重要視されていて、リーダーよりも一般の人々の方が聞かれるということによって、社会全体がもう断絶されやすいようなもう状況になりつつあると。いや、何を信用していいか分からないということが起こってきているという意味での、そういったその社会全体がものすごくこう、で、一方 Facebook とかでは皆さんもそうだと思いますが、あんまり対極の意見を聞かないわけですね。その自分たちの似たような意見しか聞かないということで、そういう意味で の、 その社会の断絶が起こりやすい状況が起こっていて、そしてメディアっていうものとリーダーの失墜が、信頼の失墜が起こっているのが2つ目に感じたこと。で、3つ目に感じたことを申し上げると、3つ目はですね、じゃあその中で、じゃあ世界の中で、じゃあ何が望みなのかと、何が希望なのかというと、
まあ、G7、 去年5月に G7 が行われましたが、その中でおそらく来年も含めて残っているのはカナダと日本だけだと思うんですね。もちろんイギリス、イタリアは交代した、アメリカも交代したと、フランスは5月に交代すると、でドイツは分からないと、まあ、カナダになったばっかりなん でその中で世界を動かしているのは、まあ、僕はその、まあ、カナダ、イタリアを除く G5 の国と、それからあと安保理事国だから、そこにG5 プラスその、まあ、中国、ロシアが加わるわけですが、その中で最も政治的社会的に安定しているのは、まあ、ロシア、中国、日本だと思うんですね。とかロシア、中国は独裁権なんで、基本的には民主主義国において最も安定しているのは日本ということになるわけです。で、安倍総理を見ると、過去4年間勤めて、これからまあ5年弱4年強勤めて5年弱、最大2021年まで総理やる可能性があるわけですね。でしかも支持率 60% 超えているという状況、これは世界でもすごい稀な状況だと。でさらにはその日本の、まあ、日本においてはその社会の断絶がほとんどないわけですね。でなぜかというと、ブレクシットとトランプを推したのは大体4つの勢力なんですね。男女でいうと男性で、その年配か若手というと年配で、その相対的に低学歴な人で地方、まあ、この4つの人たちが基本的にブレクシットとトランプをして、あとはまあ基本的にアメリカの場合白人というのがあったりとかするわけですが、この4つの人たちが基本的にはそのまあトランプとブレクシットをしたと。じゃあ同じカテゴリーの人は日本ではどうかというと、僕は茨城ロボッツ のオーナーになったこともあって、茨城っていうところの44市町村全部回って感じたことは、地方の男性の年配の相対的低学歴はそれほど反自民でもないわけですね。反あるいはまあ政権でもなくて、基本的に保守的な人たちがすごく多いと。でなぜかというと、基本的にはその、まあ、日本の場合には企業が社員をすごくもう家族のように扱っていて、でいけば分かると思う。でしかもですね、その中でそのレイオフとかしないわけですね。アメリカはその例えば AI が進んでくるとレイオフする、ロボットが進んでくるとレイオフするということをやるわけですが、日本の場合にはそれがあったとしても 再教育をして再配置をしていくと。で工事を移転したとしても、その人々を含めてそれ大事に扱うということで、地方が疲弊はそれほどしていないと。現在47都道府県全てが有効求人倍率が1を超えているということで、水戸でも今、茨城県でも人手不足になっているという状況を考えると、地方が疲弊してないし、そういう意味で その社会の断絶が起こっていないということが見えていると。で黒田日銀総裁がすごく面白いことを言っていたのは、それは聞かれた時に、彼はなんで日本は安定してるんですかって聞かれた時に、彼がこう答えたんですね。彼が答えたのは、それは日本は全て問題をもう経験したからだというわけですね。で例えば1980年代に資産の上昇があってバブルが発生したと。でそれから90年代にバブルが崩壊して、90年代後半には金融危機に陥って銀行のがパタパタ倒れて、その中で不良債権処理を行ってメガバンクができて、でそれから2000年になってからはリーマンショックを受けるんですが、その時には銀行っていうのは健全なまま経てると。でアメリカみたいとか欧米みたいにものすごい大きな資産上昇があったわけじゃないということと、グロービスらしいですね、この音楽いいですね。でそれでそれと同時に、さらにはその2008年にはいわゆるポピュリスト的な政権が、要は民主党政権ができて、で多くの人もその自民党に嫌気をさして、でそれで民主党をその押したわけですが、結果的に3年間ではもう多くの人がその間違えた選択をしたと認識をして、それでまた再度自民党で安倍政権ができてきたと。こういったプロセスを経てきたから、基本的に全ての問題解決問題を経てきたんだと。一方では欧米は2009年のリーマンショック、2008年からのリーマンショックで全てを凝縮して経験をして、ヨーロッパではまだその金融の銀行 その、まあ、危機も去っていないという状況の中で、社会的なポピュリストっていうものが今台頭しているという状況の中で、社会的な断絶を含めた不満が起こっているということが短期間の間に凝縮して行われているから、そういう意味で日本っていうものは安定をしているんだということを言われたと。で僕が思ったことは、こういう状況の中で日本的良さっていうものを、もっと例えば日本が2011年の
まあ、震災があった時にみんなが社会の絆という形で入っていってボランティアとして活動していきながら、そして強いその良い社会を作っていると。日本型企業というものは社員を大事にしていきながら地方を大事にしてきて CSR 的な文化とかコミュニティというものを活動に行っているんだと。で、日本が政治が最も安定しているならば日本がリーダーシップを発揮して世界の特にグローバライゼーションとかそれから自由貿易とかいうことの、まあ、模範を示すようなことをしなければならないんじゃないかということを僕は実はそのダボス会議で感じました。ということで僕からはこれだけお話をした上で、あとはなるべくならば皆さんから質問に受け対してお答えをするという形でこのダボス会議報告と初めてなんですがいうことのセッションを行いたいと思います。皆さんどうぞ何でもいいのでご質問いただければと思います。はい、大阪港を、来ただけです。今日は本当にお忙しい中貴重な機会ありがとうございました。本当にこの直接お話が聞けるのがとても嬉しく思うんですが、質問です。確かに今世の中いろんなところで断絶が起きていると言われていて、堀さんも書かれたように対話はすごくこれが絶対重要になってくると思うんですが、ダボス会議に参加されていて、どのような対話を増やしていくといいのか、またどんな人とどういう対話をするともっとこれから日本世界が良くなっていくと感じられたかというところがあれば、ぜひそれを教えていただきたいと思います。そのエデルマンの、そういう信頼度信用度調査の時にエデルマンが言っていたのは、一番いいのはオープンなプラットフォームで、そこで、まあ、率直な対話を行うのが一番いいというふうに言うわけですね。で、そういった場が欠けてると、そこにリーダーが入っていかないというのが一番大きな問題だったと思うわけですね。で、実際にじゃあブレクジット問題が発生した時にどれだけのリーダーが本当にそれは国際化を止めちゃいけないんだよと、で、自由貿易は重要なんだよと、 EU に残ることがどれだけ重要かということを声を出して上げて多くの人に対して説得をしたかということが問われてるんだと思うんですね。で、実際のそのトランプ大統領の選挙の時も、じゃあもしもそのトランプの考え方に賛同していないならば棄権するんじゃなくて、もっとそれについて積極的に賛成をする、まあ、クリントンに対する賛成もしなかった、積極的な賛成もしなかったけど、どっちがいいんだということをもっと考えた上で、それをその、まあ、投票行動を変えていくというような努力をしてきたかということが問われるんだと思うんです。で、僕はそれで実はそのエデルマン そのスピーチの後にパネルディスカッションがあったときに、全然そのリーダーの人たちが危機意識持ってないんで、質問して手を挙げて質問したんですよね。で、その何を質問したかというと、僕はその一つのシンプルなソリューションがあると思うと。そのリーダーがもっとね、そのオープンなプラットフォームに参加して対話に、まあ、きちんとその関与していきながら世の中の世論というものを変えていくような努力をすべきではないでしょうかと。で、その一番いい方法はソーシャルメディアだ、例えばツイッターとか、ね、フェイスブックにもっとリーダーが積極的に関与して発言をしていくと、最もオープンなプラットフォームだし、そこで多くの人たちが出会っていくんだから、それやるべきではないでしょうかということを言って、あなたたちはそのツイッターとかフェイスブックやってますかということと、僕のはもう一つの仮説があって、何かというと信頼度っていうものは基本的にツイッターとかフェイスブックのフォロワーで測れるんじゃないかという仮説を持っていると。なぜならばそれその信頼しているからフォローするわけであって、したがってそういったその信頼度っていうものをそのツイッターとかフェイスブックのフォロワーで測るっていう意見に対してどう思いますかということを質問したんですね。ところがそのモデレーターがハッと鼻に笑ったような感じで、じゃあツイッターでフォロワー測るんですかね、ツイッターフォロワーでツイッターを通してその信頼度を得られるのかっていう感じでね、いう短絡化した上で質問してに答えさせた某銀行のリーダーは、私はツイッターとかフェイスブックやりませんと、オールドファッションかもしれませんが、やると多くのね炎上を起こすし、さまざまな問題社業に影響を与えるからやりませんって言ったわけですね。で、僕はこの態度が一番良くないと思うんですよね。だったらじゃああなたたちは何か変えていくって意思があるんでしょうかと。要はリーダーが発言を止めた瞬間に結局発言するのはジャーナリストであったりとか評論家であったりとか、まあ、あるいは一部の政治家であるということになると、そこの人たちが世論を形成しておきながら、それが間違えた方向にいたとしても、それに対してそれはじゃあ俺たち知らねえよっていう態度がね、僕は一番良くないと思ってるんで、まあ、僕はそのとことん議論で例えば原発エネルギー問題に関しても明確なポジションを取っていますし、安保問題に関しても明確に自分の考えを今言っていますし、まあ、今豊洲市場に関して僕はいろいろと意見を言っていますが、もうそういったその自分が考えていることを的確に言わないと、メディアの曲解とそれからそれをうまく使いたい劇場型のそういったポピュリスム
というものが浸透していって、それが多くの人が騙されていってしまう可能性が高いわけですね。その結果間違えたことになったとしても後の祭りで、したがって僕は一番いい方法はそのオープンなプラットフォームの場で積極的に発言をしていくということを通して、その世の中のその世論を変えていく努力をしていくのがリーダーの役割だと僕は思っています。後ろの方どうぞ。2016期大阪校の津田でございます。大阪で開催をしていただいたことを非常に嬉しく思っております。私ガス会社に勤めておりまして、エネルギーのことに関して非常に興味がございます。で、学長は確かフューチャーオブエネルギーというセッションにご出席をされたというのを見たんですけれども、エネルギーについて何かこう新しい議論のようなものはなされたでしょうか。例えば日本の原発問題みたいなものははっきり言ってあまり世界の方はご興味はないのかなと思いますが、何か新しい潮流のようなものをそこでお感じになられたことがあれば、エネルギーに関して教えていただければ。僕は、ね、途中で出ちゃったんですね、そのセッションは。実は違うセッションに出たいものがあったんで途中まで出たんですが、最初の部分はほとんど一般論ですよね。一般論で、それ例えば何かっていうと、再生エネルギーが出てきますとか、いろいろとその CO2 の問題が問題ですねとかいうことで、ほとんど面白くない議論だったんですが、面白かったのは後半で、大体面白いか面白くないかは大体パネリストで決まるんですよね。面白いパネリストで言えば面白くなるんですよ。で、一般論的なことしか言わない、あるいはその公式見解的なことしか言わない人は全く面白くないんですが、ある方が言ったのはやっぱりシェール革命と、それから今起こっているその原油価格の暴落の関係性っていうものを彼は言っていて、でそれがきちんと覚えているかどうかわからないんですが、その言ってたのは石油価格が今落ちてきたっていうのは、今まで のオペック の連携がまず崩壊したということがすごく大きいのと、それと同時にサウジを含めたその原油コストが安い国が仕掛けたわけですが、結果的にアメリカとかそういった新興国のそういう新興エネルギーのアメリカがすごい増えてきたりとか、ノルウェーが北海が増えてきたりしたことによってオペックのシェアが減っていったわけですが、その国々が実はその価格の低下、コストの低下に対してイノベーションを発揮して、企業家精神を発揮して、ものすごいこうついていった、コスト競争力についていったっていうのはすごく大きいことを言っていて、でそれで今現状、今後ともその原油価格の上昇っていうのは起こりにくいだろうっていうのを彼は言ってるんですが、そういう意味で その今までの OPEC っていうものを中心とした管理型のその原油価格の決まり方から今は完全な市場主義に戻っていると。そして自由競争が行われて、そして企業間のきちんとしたイノベーションによって今の価格帯が形成されているというのは、僕初めて聞いた面白い視点だなということはあったんで、そういうその政治的銘柄から完全にコモディティ化された銘柄の中で、明確なその企業努力によって変わってきているというのがすごく大きいかなと思って、そこで出ちゃったんで、その後の話を聞けなかったんですが、一人以外はあまり面白いことないと言ってたんで、あまりこのセクションとして面白いかどうか分からないんですが、というのは思いましたね。他どなたか、じゃあどうぞ。2015期大阪の松田と申します。今日は大阪開催ありがとうございます。ですね、私は今堀さんが最後の方におっしゃった今こそですね、本当日本人がこうリーダーシップを取れるチャンスだと思うんですけど、逆に今までですね、逆に日本人がなかなかその世界のこういったグローバル目線の危機意識を持って、堀さんほど多分行動している方ってなかなかいらっしゃらないと思うんですね。で、逆に今なんで日本人がそういうことできなかったんだろうということと、今じゃあ僕らが今すぐに何をしておけばそういったグローバル目線に対してですね、こうアプローチリーダーシップを取れるんじゃないかという、で、ロセナリの過失があれば教えていただきたいと思います。先週書いたばっかりのコラムが、そのグローバルリーダーへの見えない階段を上るというコラムを書いたんですが、そこで言ってるのは、グローバルリーダーになるという見えないこうコミュニティがあるんですね。そこに入ると、その部分でグローバルの問題に関してこういうふうにやっていこうということの影響力を行使できて、その意思決定の、いわゆる意思決定の関与の中で、その中で自分の意見が聞いてもらえるようになっていくと、そこに入ることだと思うんですよね。で、そこに入ることっていうことはどういうことかっていうと、まずはその多くの人たちに認められなくちゃならない。で、認められるためには自分の意見をはっきり言うことですね。自分の意見をはっきり言うと、自分の意見を持ってない人なんか入っても面白くないしね。要は聞きたいと思われないし、自分がどういう意見を持っているかっていうことをはっきり言って、で、それが法と思われるようなコミュニケーション能力を持たなくちゃいけないんだよ。つまり意見を持った上でコミュニケーション能力を持つということがすごく重要で、それを英語で行うという必要性があると。で、さらにはそこに入っていくための人間関係能力がすごく重要で、
そういったそのキーパーソンの人たちに認められていくということをしなければならないと。でそのためにはインナーサークルのように彼らと同じような生活をしながら彼らに触れてもらって知ってもらうという努力をしなければならないと。でなぜ多くないかっていうと、おそらくそこの部分の一つ目が必要性を強く感じてない場合があるかもしれない、あるいは二つ目がその前以前としてそういったコミュニティがあるっていう存在すら知らない場合もあるかもしれない、あるいは三つ目がそれに向けた努力をしてないかもしれないっていうものがあると思うんですよね。でそれは僕が初めてダボス会議に参加したのは41歳から2歳だと思うんですが、その時に自分はそのこのダボス会議 の, そのキーノートスピーカーになるんだと決めてるわけですね。なるんだと決めたと。で なれるかどうかわからないんですが、なると決めたわけですね。ということは英語のコミュニケーションをしっかりしなければならないし、登壇の機会があった場合には登壇でしっかりと準備して自分が言うべきことをはっきり言って、それについて多くの人たちがあこの人面白いなって思ってくれるかどうかすごく重要なんですね。どんな会議でも登壇の機会があった場合には誰か判断してるんですよ、評価してると。その時に評価が低かったらもう二度と呼ばれないんですね。で面白ければこの人面白いが呼ぼうということになってくるんですね。でそういう意味で一言一言がしっかり面白いことを言えてるかどうかっていうためにも、自分 の, そのコミュニケーションの能力とそれから言うべきことをはっきりと認識した上でポイントを持った上 で人と同じことを言っても面白くないんですね。一般論で割っても面白くないから固有の考え方が言えるかどうかということを行って、で徐々にこう見えない階段を登っていくように一歩一歩、あの人面白いから次じゃあもうちょっと大きなステージやってみようとか、彼面白いからこの会合を呼んであげようとか、でその時にどんどんその人たちとの関係性をよく持っておいて、なるべく敵を作らずに多くの仲間を作っていくということの努力を無数に何十人も螺旋階段を登るように繰り返し繰り返し世界の場で行っていくだけの、まあ、行っていくだけの、まあ、意欲とそれからまあガッツとエネルギーがあるかどうかだと思うんですね。で世界の場に行くと大体分かるのが、肩掛けよりも本人個人なんですよ。要はこの人間が どれだけその場で、まあ、良いこうパフォーマンスというか、要はアウトプット出して面白いと思われるかどうかがすごく重要なん でただしその肩書きも重要なんです。僕の場合グロービスの肩書きを持っているんで、グロービスというものが世界で知られるために一生懸命努力をしていくということはやっています。ただその世界の中で僕はすごいラッキーなのは、グロービスというのはゼロから作った大学院というのは世界でほとんどないんですよ。でさらにはゼロから作った大学院がベンチャーキャピタルもやっているのがほとんどなくて、で大学院 のトップというのは海外でそういう評価が高いし、でさらにはそのベンチャーキャピタルのトップというのもすごい評価が高いわけですね。両方とも持っているというのはすごく作ったというのはもうこれはもう驚異的なものに海外では移るんで、すごく、ね、評価が高いですね。それが面白い形でやっているならばさらに上がっていくねということと、あとは日本人コミュニティの中で どれだけそういった評価を得ているかというのは必ず聞くんで、じゃあ日本でグロービスってどう、堀さんどうって言ったら、いい面白いよって言われるか、なんだ大したことないやって言われるかによって違ってくると思うんで、まあ、地道な評判作りと地道なその能力を高めていきながら見識を持ってそう英語で言えるようにしていくということがすごく重要でだと僕は思います。従って例えば今言っていることを全部英語で言えるようにならなくちゃないし、同じペースと同じスピードで言えるかどうかって結構大きいと思うんですね。他どなたか、じゃあどうぞ。お話ありがとうございます。2点ありまして、1点しましょうか。あ、じゃあ、はい、堀さんのお話を聞いて、日本がリーダーシップを取っていくとか、まあ、ウェブ上にも書いていただいたと思うんですけど、その今後の日本のリーダーシップの取る方向性とか、まあ、どういうふうなものを取っていくというのは、なんか考えられると教えていただきたいと思います。リーダーシップを取るというのは政治だけじゃないと思うんですね。例えば全ての分野、スポーツでリーダーシップを取っていきましょうとかね、例えばオリンピックありますねというのがあると、で今度ワールドカップのラグビーが開催されます。これリーダーシップ取ってますよね、イニシアチブ取ってると。でそのための選挙っていうのがあって、で今度その選挙を受かるかどうか、今度万博がありますよね。でそれ以外にもこの学会のリーダーシップってあるわけですよ。学会あるいは業界ごとのリーダーシップであったりとか、さまざまな会合があるわけです。でそこに僕らがその分野においてその焦点を極めてそこで発言できるかどうかが大きいと思うんですね。例えば今フェンシングで太田由紀さんがそのフェンシング協会 その理事に入ってますねと。でところが今オリンピック その委員会の、アスリート理事は一人もいないんですよね。今日本が百十数名いるオリンピック理事の中に一人しかいないんですよ。でこれは GDP 理科が考えた場合に少ないですよね。そもっと入っていかなくちゃならないんですね。でそういう意味でもっと多くの人たちがそういったポジションを取っていく
いろんな場で国際機関とかあるいは理事の場とかあるいはさまざまな場におけるその、まあ、そのこうチャンスがあればコーチェアとかねどんどん積極的に取っていくということをしなければならないと思うんです。今国際機関の中で日本がトップなのは IAEA の天野さんとかねあとは、ミクリアさんが確かベルギーにブラッセルにいらっしゃるんですがあとはアジア開発銀行は私の中野さんだと思うんですがいらっしゃったりとか、というぐらいだと思うんです。 IMF の副理事長が日本人だと思うんですがもうなるべく可能な限り多く その国際機関の理事に入っていく。あと本田圭子さんが、確かミガの長官やってますよね世銀 でそういうところにどんどん日本人が入ってくるとそこ呼ばれるんですよね。そのダボス会議を含めてそういうさまざまな場でそのリーダーシップ発揮できるような場に入っていくことがすごく重要だと僕は思います。どこ行きましょうか。じゃあどうぞ。じゃああと手を挙げてたらマイクを持っていきますんで。もしもし、2016年、新川と申します。現地からのリアルタイムへの入れ替え、そして今日のリアルタイムありがとうございます。ちょっと今の話のちょっと続きになりますが、今グローバルリーダーとしてと、国際機関での日本人の活躍をもっとやっていくというところに加えて、日本がここその海外から、興味を持って、日本という国が、少しうまくやっているみたいなことを認知、世界からしてもらうためには日本自身がどのようなその社会問題とかそういったものに対して、一定の解決の策みたいなことを見出していくと世界の注目が集まってくるのかみたいなところに何かご意見ございますでしょうか。一つ一つの問題をしっかりと解決しながらそれを発信していけば僕はいいと思うんですよね。ただその世界はあまりこう例えば日本がいいことやっていてもあんまり認識してくれないケースがすごく多いので逆に言えばそのコミュニケーションを分かりやすくしていって象徴的な出来事と象徴的に人を出していきながらそれをストーリーに展開していきながら発信をしていくということの努力の積み重ねをしていかなければ僕はならないと思うのとあとは僕らの日本人が声を出してもなかなか聞いてくれない場合が多いので逆にアメリカ人に話をしてもらうとかねいうような形の声の発信者をその誰か代替をしていくということが僕はすごく重要なんじゃないかと思ってるんでそういう意味でなるべく海外の人に入ってもらってそれを発信してもらう。例えばニセコとか行ったらニセコ その、スキー場ができたのはオーストラリア人が住んでオーストラリア人に発信をしてもらったことによってニセコスキー場に海外から来始めたということがあるのでなるべく海外の人に発信をしてもらうための努力をしていくと。したがって、2つあって1つがその良いことをしておくということは、常に努力をしていると思うんですがそれ以上にやるべきことはその良いことをしていることを海外に知ってもらうということの努力をしていくことが僕は重要なんじゃないかと思っていてそのためにはボイスをその日本人ばっかりじゃなくて海外の人々に聞いてもらえる形で進めていくのが僕はいいんじゃないかと思います。どんどんいきましょう。マイク持っている方はじゃあマイクと手を挙げてください。一件だけ今ライブ配信先でご質問いただいておりましたのでそこから一問だけ私の方で読ませていただければと思います。世界をいろいろダボス会議を含め見られる中で日本の国内ニュースでは明らかに発信されていないと感じる世界の潮流ですとかこれを意識した方がいいんじゃないかなというものがあれば教えてくださいというご質問があります。難しいですよね。そのダボス会議の場で、僕発信していたことと一方日本のメディアの方々が来ていてその方々が発信したもの両方僕は見たんですが皆さんは見てらっしゃると思いますがそのどうしてもメディアの場合にはその象徴的なことを短く説明していくテレビの場合にはそういった討論番組を一つ流すということで全体を把握した上でそれを解釈をもとにして示していくということはなかなかやってない気がするんですね。で今一番多いのは例えば誰が習近平さんがいらっしゃったんですが習近平さんは何を話していたかということの特に政治的なことがすごく多く出ていますが例えばテクノロジーの変化の流れはほとんど追われてなかったりとかあるいはGoogleをはじめとしたそういったGAFAと言われている企業がどういうふうなプレゼンスを発揮しながら進めていったのかということとかダボス会議の場で最近ではそういった多くのベンチャー企業がそのダボスの場においてものすごくこうすごく商業的な
自分たちのやってることの告知の場にしてるわけですね。なぜダボスにあれだけ多くのじゃあ財界人が来るかというと、それはその場にいろんな仕掛けをしてるんですね。例えば政治家が来るような仕掛けをしたりとか、そういったクライアントが来るような仕掛けをしてるとか、そうするとコンサルティング会社のトップが全員来ますね。財界人が来てるからと、クライアントが来てるわけです。でそうすると例えば財界人も大体クライアントが来てるわけです。そうするとその場でこうその商談を進めてるわけですね。ほとんど会う例えばトップの人々はセッションを参加せずに商談やってるんですよ。でそれで商談やって、なぜ商談が価値があるかっていうと、あんな場所でアメリカ人でもアメリカであれだけ多くの人に会える場って他にないわけですよ、トップの人たちが含めて。でそうするとそういった場で商談をやってるというようなことが行われていて、でそれがそれだけその意思決定者とかそのまあ多くの企業の CEO が来てると、そこで広告を出すことの意味がすごく大きいんですよね。でそうすると街中全部が実はそこが全部が例えばもともとチョコレート屋さんがその時の1週間はずっとチョコレートのガラスが全部が広告になってるわけですよ。でこうチョコレート屋さんとかグロービスもグロービスナイトやったことありますが、そこにチョコレート屋さんのカウンターがそこで立食形式のカクテルのバーになっていくわけです。それがベラボン高いわけですよ。でまあ、そういうそのおそらくダボス会議の風景的なものっていうのはあまりおそらく報道はされてないんじゃないかなということを思ったりとか、あるいは今日言ったリンダの話とか、そういったその一番重要なのはセッションでオープンな場で語られることよりもこうクローズドな場で意見交換していったときに得られる情報っていうのが結構大きいわけですね。先ほど黒田日銀総裁の話も、まあ、これはクローズドな場でクローズドな場で話はされてたので、まあ、おそらくもうすでに時間経ったから今名前出して言ってもいいかなと思って話をしたわけですが、そういう意味でのクローズドな場における意見交換というのは結構価値が多かったりとか、あるいは見えない会談というようにどういうふうに意思決定をされていくのかというもののというのは結構参考になるかなと思っています。でグロービスは、まあ、僕は G1 サミットというのを2009年から始めたわけですが、これは非常にそのダボス会議を参考にさせてもらっていて、すごく面白いんですね。ダボス会議の特徴っていうのはマルチステークホルダーっていうんですね。マルチステークホルダーって何かっていうと、 G7 の場合には政治家しか来ないんですね。で CEO サミットが財界しか来ない、学会とか学会しか来ないとかですね、マルチステークホルダーって全部ガシャンコして全部来るんです。その国際機関トップ、要は世銀から全部来ます。その世銀とか、それから当然国連のトップからもう全部来ます。そして政治家のトップがほぼ全員来て、財界人のトップほぼ来て、学会のトップがほとんど、大学ハーバードから始まってオックスフォードが全部来ます。でさらには NPO のトップがほぼ全部来て、メディアのトップも来たりとかですね、もう全部来るわけですね。でその中で役割分担をして問題、世界の問題を解決していきましょうというのがダボス会議の目的ではありますが、そういった意味でのそのまあ、価値というものはあまりコミュニケーションされてないんじゃないかという感じがします。他どなたか、じゃあどうぞ。どうぞ。2012期の有馬です。私は難民問題、難民を受け入れるという、まあ、課題についてお伺いします。ダボス会議に来られるような方々は難民を受け入れるということについてどのようにお考えなのか、それが何か一定の傾向があるのか、もしお分かりであれば教えてください。難民問題は大変難しい問題で、というのはメルケルが受け入れると、まあ、100万人受け入れると言ったことに対して結果的にメルケルはドイツにおいて信用を失って、まあ、人気が落ちてしまったわけですね。難民問題の結果としてブレクシット、英国の EU 離脱が始まったと。難民問題がその、まあ、あるいは移民問題がそのトランプ大統領の、まあ、を押した形になっていると。難民問題がフランスの大統領選、オランダ等を含めた一種になっているということで、例えばその人道的には絶対受け入れましょうということは全員が賛成をするんですが、じゃあいざどの国がといった格論になった瞬間にはなかなか政治家も前に進めないというのが今の状況だと思います。したがって誰にどの場で聞くのか、要はオープンの場で聞けばそれは重要なことですねってみんな言うんですよ。じゃあ実際あなたの国受け入れてくれるのっていうことに関してはそれはじゃあ議会と含めて考えましょうっていう感じになって、じゃあ陰で聞いた瞬間にそんな無理だよっていうような感じになっていくわけですね。でそれは今がそういう象徴的な、要は内向きな方向に今向かっているのが今の世界の状況だと思います。どうぞ。
ありがとうございます。2015期の高岡と申します。グローバルリーダーのためのにとってのクレディビリティについてお聞きしたいと思います。森さんの話をお聞きする中で、リーダーの信用喪失であるとか、それから先ほどクローズなコミュニティでの、代替者の発信みたいな話をお聞きする中で、やはりその人間と人間の間 の, その信頼関係というのが非常に重要で、リーダーとしてそれをどう担保していくのかというのは課題なのかなというふうに感じました。堀さんにとって の, その、そのグローバルのクレディビリティを確保するために何かされていることがあるか教えていただいていますか。例えばこの間トランプと安倍総理がゴルフをして、2泊一緒にそのフロリダでしましたよね。あれは相性が良くなければ基本的にできないんですよね。いや嫌でしょって、嫌な人をその自分の別荘に呼ぶなんてしたくないし、でしかもそのいきなりですエアフォースワンに乗っていったわけですよね。そういう意味での基本的に僕は外交とかは人間関係だと思うんですね。好きか嫌いか、で好きな人と仕事したいじゃないですか。で嫌いな人と仕事したくないけど、しなければならないならばするけどなるべくしたくないよねっていうことになっていくと思うんですね。でその時の人間関係っていうのは困ってる時にやってあげることなんですよ。で言われたことをやってあげると、例えば安倍総理とか見てると、その言われたこと結構やってあげてるんです。例えばフィリピンに行った場合には、今 の, フィリピンの大統領の地元に行ってあげて、でそれで訪問してあげたりとか、そういったことをやることだと思うんですね。そういう意味で人間関係を作っていくということは、その人が困っていることにはやってあげて、で自分がその何かをその人間が相性を良くして好かれることがすごく重要で、一方では好かれるとともにその面白いことを、やっぱ楽しいんですね。面白いことをやりながら、その中でじゃあまた会おうねっていうふうに思ってくれるかどうかがすごく重要だと思うんです。そういう意味でのその外交あるいは世界における人間関係の構築っていうのは、日本でもそうでしょ。日本の国の友達の中で会いたいという人は、学びがあるか、そう刺激があるか、面白いか、ぐらいでしょ、大体の関係 で, でそれで何かすごい何かの時に助け合える仲間だからねっていうね。でそれと同じようなことが世界でできるかどうかっていうことだと思うので、やっぱり相手に何か学びを与えて刺激を与えて、気持ちよくさせて力があるかどうか、そしてまた会いたいと思ってくれるかどうかっていうことの、あれ困った時に手伝ってくれるかどうかっていうことの、地道な関係性をどれだけ多くの人と作れるかっていうのが、世界とのクレディビリティを上げていくことになっていくと思うんでね。でそれがトップがそれができると、その組織全体が恩恵を受けるんです。要は安倍総理がそれだけ多くの関係性を持ってくれると、日本国全体が評価が上がってくるんですね。できないと、もうトップの人気が悪いとか、世界で言って評判が悪いとか、関係性が作れない、ポツンとしてるとか言うと、日本全体のその国益が損なわれていくということになるんで、そういう意味では日本国民はちゃんと分かってますよね。例えばテレザ・メイがトランプとなんか手を握っただけでも、イギリスはものすごい反発があったのに、総理がフロリダに2泊しても、日本はほとんど批判はしてずに、逆にその支持率が上がったっていうのは、やっぱり日本はよく分かってるんじゃないかなという気はしたんですが、ただそういったやっぱり重要人間、重要な国のキーパーソンとの関係性はとても重要視すべきだと僕は思っています。そのためにも多くの人が人間的にこう触れ合って、でそしてその信頼関係を作ることが重要だと思います。他何ぐらい今手がかかっているの、今マイク持っている方はじゃあ2名だけ、じゃあこちら1問だけまた、はい、じゃあ2名、じゃあそれだけ、じゃあ全部聞いちゃいましょう。こちらからお伝えしますと、アメリカのトランプ氏や中国関係など世界のコミュニケーションが感情的になっているように感じる中で、感情的なリーダーや世界とどういうふうに関わっていくと良いですかという質問です。大阪府2016期の水谷です。質問はですね、今ネットの世界で自分たちと同じ声しか聞けないということで断絶しやすいという話がありました。で小西さんも特に例えば豊洲の件なんかで小西さんの意見出されているんですけども、いつも興味深く読ませていただいているんですけども、やっぱりこう同じような意見の方が多くて、反する意見というのはそこで上がってこないこともあると思うんですけども、やっぱり自分の発信したことに対してネガティブな意見を取りに行く意識があるのかどうか、あるいはその特に気にしないのかとか、その意見に対してネガティブをどう捉えるかということです、はい、小西さんの意見をお聞きしたいと思います。大阪港2009期の大月と申します。今日はありがとうございます。メディアへの信頼が世界で崩壊しているということに関して、堀さんのご意見を
したいんですけども、まあ、一つそのメディアリテラシーの教育という問題の解決の仕方もあると思うんですけども、片やではメディアがどういうふうな役割を果たしていくのかとか、マスメディアというのはどういうふうに変わっていくべきなのかとかいうような、メディアサイドの改善というのも考えられると思うんですけども、まあ、堀さん自身がどちらの方はこの問題の解決に正しいというふうに考えられるのかお聞かせください。はい、わかりました。じゃあ上からいきましょうか。トランプとは中国は感情的なリーダーが増えてきているということに関しては、やはりこう多くの国民が感情的なものに流されている、いわゆるポピュリスト的な人を支持するということが今現状として起こっているからだと思います。したがって感情的なものを動かしながら、そしてそれを元に引っ張っていくという人が今後とも増えてくると思うんですね。でじゃあどう対抗すればいいかというと、僕はそのそういっても感情的なものが正しい判断かとは別だと思うんですね。で感情的なものではなくて理論的に考えるものがすごい重要だと思っていて、理論的に考えながらもコミュニケーションは感情に配慮しながら進めていくということがすごく重要で、つまりロジカルにしっかりと進めていくということが僕は重要だと思うんですね。例えばこれは原発の時に、例えば僕は孫さんととことん議論やった時によく分かったんですが、例えば放射線怖いとか、で例えばじゃあトイレがないマンションじゃないかとかね、あるいはそういった感情の部分、まあ、あるいは言ってるのがその危険だとか、そういう感情面で言うんですが、じゃあ安全保障政策をどう考えるんでしょうかとか、ロジカルに説明していくしかないと思うんですね。それからじゃあ CO2 の問題をどう考えるのか、それ太陽光の問題はどれだけのスピードでそれが達成できるのかとか、経済的問題、実現性の問題とか、そういう形でロジカルで説明していくしかないと思うんですね。最終処理分上はどういうふうに考えるかとかを含めた形 でそれをきちんとそのロジカルに説明した上で、それをコミュニケーションは感情に配慮しながら進めていくということの地道な連続でしか僕はないと思うんですね。でそういう中でじゃあトランプがやったのはその移民は怖いと難民が怖いとか言ったりとか、いろんなその感情に訴えかけていくわけですよね。メキシコに壁を作るんだとかですね。でそれに対してはしっかりとしたロジックで説明しながらも、多くの人に感情ではなくて感情とともに説明をしていくっていう力を持たなければならないと思うので、まあ、簡単ではないんですが、僕は感情とそれからロジックをもとにしたコミュニケーションっていうものを多くの人が粘り強く、簡単じゃないんですが粘り強くオープンプラットフォームの場でしっかりと堂々と説明していくということが継続的に僕は重要だと思っています。でそれは当然メディアにも関してもすごく重要なポイントで、メディアは先導します。で CNN のその、まあ、やり方は基本的には福島第一原発が起こった時にももう大概センセーショナリズムですね、センセーションワーオって感じで、もう日本全土が放射線にっていうような雰囲気の、もうウォーニングってね、クライシスとかインジャパンとかね、ものすごい感じで、ね、いうふうにやるわけですね。これピーター・ディアマンテっていうそのシンギュラリティ・ユニバーシティを創設した共同創設した人に言っていたのが面白かったのは、こうテレビは分かってるんだと、要はセンセーショナルにする方が視聴率を稼げるということ分かってるから、全てをセンセーショナルにやるわけですね。なんかハッピーな形でやっても視聴率稼げないから、もう全てのニュースをセンセーショナルにどんどんそれを訴えかけていくんだということをやってるわけですね。だからそういう意味であながちフェイクニュースというのはその、まあ嘘ではないとは言いませんが、CNN はものすごい誇張していきながらセンセーショナリズムで、しかも短絡的な形のもう誘導していくということが多いと思うんです。でそれがやはりこう信頼を失っていくんだと思うんですね。そういうやり方であったりとか、あるいは日本においても大手メディアがきちんとした調査報道をしないで、間違えたことによって慰安婦問題に関しても大きな間違えた方向に日本国の国益を損なって、例えば国連においても間違えた判断をされてしまうということがあったわけですよね。でそれに対するメディアの謝罪であったりとか、しっかりとした形のそれを世界に対して間違えていたって発信をしないと信頼を得られないと思うんですね。そういう意味でメディア側のきちっとした調査報道と、それがもしも間違えていた場合にそれを謝る姿勢と、もっときちんとしたセンセーショナリズムに走らない形での報道ということを、あるいは難しいことであってもしっかりとその短絡的に報道せずに、しっかりとした論点を整理した上で説明をしていくということをやらなければ、基本的にメディアというのの信頼というのはおそらく向上しないと思うので、今やそういったメディアの報道よりもどちらかというと信頼できるコメンテーターの方を僕は信用するし、では誰が何を言ったかということもすごい信用するんで、そういう意味でそのメディアは
事実関係だけ伝えてくれればよくて、調査の部分でしっかりとしたことを言ってくれれば良いわけであって、その解釈というのは僕らがその識者がしっかりとして行って、それを皆さんが自由にネット上で見れるようになってきたので、その中で皆さんの中で判断をしていくことが重要だと思うんですね。でその時に、ネットで言ってた話で出てきたんですが、自分の頭で考えることが重要だと思うんです。誰が言ったからといって信用するんじゃなくて、どのメディアが言ったからといって信用するんじゃなくて、自分はどう考えるのか、なぜそう思うのかということの、皆さんもクリティカルシンキングを学んでいるわけなので、それをもとにした判断をしていく力を持って、それを発言してみるんですね。発言をしてみると、そのみんながいろいろと言われます。でそれを、さっきネガティブな話、この2番目の質問に答えますが、ネガティブな話に返ってきますが、発言をすると必ずいろんな意見が出ます。それはいい意見も悪い意見も、それから誹謗中傷も個人攻撃もいっぱい来ます。でそれを自分の中でどう判断するのか。で一方、賛成という声はあんまり聞こえてきません。だって賛成するんだから何もあえて賛成しなくていいでしょうということで、あんまり多くな反応来ないんですよね。でそれの中で自分の中でどういうふうに判断をしていくかを理解になってくると。で反応された時に自分の中でこれに対してどう答えるかっていうことを分かっていれば、スルーする場合もあるし、きちんとそれは反応する場合もあると思うんですね。それは時間との関数で、いちいち全部やってたらキリがない場合も多いので、それはただきちんとそのオピニオンを持った人が、拡散力ある人が言った場合にきちんと僕は反応するようにしています。ただ誹謗中傷とかわけのわからない水かけ論とかほとんど僕はスルーしてます。それからあるいは個人攻撃的なことはスルーする、あるいは必要に応じてブロックします。それは Facebook の そのコメント欄がやっぱり見てても面白くないもんね。いや見てて僕は美しさとかそのロジックと大事にするので、誹謗中傷なんて書かれてて見てたらものすごい人の Facebook のコメント欄でも僕は嫌な思いをするので、例えば僕はこれは消したいんじゃないのっていうことをアドバイスをしたことがあるんですが、いや消さないというポジションの人もいらっしゃるので、ただ見てる側は不快ですよね。そういう意味で僕は結構消しちゃう方で、そういった誹謗中傷とか明らかな個人攻撃というものは、あるいは言葉が悪い、非常にこう汚い言葉を使っているものは不快なんで全部削ることにしています。で僕はそれはそれでポリシーとしていいんじゃないかなというふうに思っています。というのは読み手がいるんで、僕の例えばフォローしてくれる人がやっぱりきちんとロジカルな反応は大歓迎で、それが丁重な言葉でやってるのはもう本当に常に残しておいてますので、それを見た上でそのネガティブなものに対する反応というのは聞いていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。でというところで、ちょうど2時からのクラスの方もいらっしゃるので、5分前に終わるようにって言われてますが、あと大丈夫ですか、他に何かクイックリなんかあれば大丈夫ですね。ということで、その皆さん今日は初めてのダボス会議報告という形で皆さんと対話を行ってきたわけですが、大阪以外にも東京、名古屋、仙台、福岡の主に大学院生の方々聞いていただき、これからもしかしたら知見力に上がるかもしれませんが、こういう形 の, そのリーダーとして経営の学び以外のことにも関心を持っていくというのはすごい重要だと思いますし、日本においては僕は思ったことは、欧米で起こっているような社会の断絶を作ったらいけないと思うんですね。社会の断絶を作らずに、しっかりとした形でなるべく自分と違う人とのコミュニケーションをしていきながら良い社会を作っていかないと、例えば英国に起こっている英国の EU 離脱で知識層がやりたくないことをやらされていくということが起こってはいけないというふうに思うし、アメリカで今起こりつつあるような自国第一主義、保護主義、さらには孤立主義というものを日本が行った瞬間には間違えた方向に日本というものが進んでいってしまうので、日本としては僕らが考えることをしっかりと発言していきながら、すればいろんな炎上があるかもしれませんが、いろんな批判があるかもしれませんが、自分なりに発言をしていって、自分の見解とか見識を高めていって、オピニオンを出していくための、聞いてもらうためのコミュニケーションの術を学んでいき、さらには国内においてそういう形でやりながらも、世界においては一歩一歩確実にグローバルなリーダーとして認められていくような、コミュニケーションとか英語力とか、さらに自分のその発言オピニオンというものを持っていただくように努力をすることがいいんじゃないかなと思います。で僕も微力ながらも少しずつそういうふうに持っていこうと思っていますし、そのために一生懸命努力して勉強しているし、日本の政治に関しては100の行動というのにまとめて書いていますので、そういう意味で日本のビジョンというものを考えていく上では、いろんなことを考えてまとめてきていることもありますので、そんなのは大体日本の政治に関してもどうあるべきかということのオピニオンを持てるし、必要に応じてそれに関してリファーしながら論陣を張ることができるので、
そういう形で今後とも進めていきたいと思っています。ということで今日は大阪の皆さんとお会いできたことを大変嬉しく思いますし、これから2時からクラスがある人、結構いらっしゃいますね。ガンガンに発言して、でクラスの中で発言して失敗してもいいですよ。失敗してもいいし、自分がうまくないと思ってもガンガンにやり続ければ繰り返し繰り返し反復練習でうまくなっていきますので、あるいはどんどんプレゼンテーションの場を設けてもらって、最初からうまい人なんかいませんから、で考えに関してもちょっとその浅はかな場合もあるかもしれませんが、まあ、それは訓練していきながら皆さんが、まあ、能力を高めるように努力をしていただけたらと思っています。ということで今日は皆さんどうもお疲れ様でした。僕は今から西宮に行ってですね、茨城ロボスの応援に行ってきますんでゴーゴーロボスと、ゴーゴーロボスやってきますんで、皆さんじゃあまたゴーゴーグロービスということで頑張りたいと思います。お疲れ様です。